ぶらり旅でございます。今日は壇の話です。これは検事部の方が言ってますけど、窃盗だと言おうとしていれば、窃盗ということを言われたのが水原さんにとっては深刻だと。これ具体的に分かりやすく吉田先生、どういうことですか。はい、今の段階では、誰もですね、罪に問われてない状態で、はい、この会話だけ見るとですね、水原氏が私がお金を盗みましたと、はい、窃盗しましたという罪を認めていると、うん、よってここで、罪を認めていることによって、例えば大谷選手としてはではそれに基づいて民事訴訟なのか、等々の動きがすぐに取りやすい状態になっているというところがポイントだと思います。違法賭博っていうのはいろいろ坊谷氏の口座だとか水原氏の口座みたいなところを調べなきゃいけないんだけども、窃盗だと盗みだって言われてるということは非常に、まあ、こういう言い方したらあれですけど単純犯罪なんで、そっちの方が重大だってことですね。そうですね。しかもそこを、自らが認めたと、認めたみんなの前でというふうに報じられているので、うん、よってこのような表現のですね、彼にとってはこれが、重大だというふうになっているのは、これ罪を認めてるんではないかという可能性です。この窃盗なんですけど、これ水原氏の罪ってかなり重い。はい、ナフタリスさんはこのように話しています。仮に大谷の銀行口座の450万ドルを盗んだとして水原が立件されれば、ワイヤーフロードという罪に問われる。これはインターネットなどの電子通信によって金銭を盗む行為で重罪のカテゴリー。法的には連邦政府の管轄だが、州と連邦の両方で裁かれる可能性がある。うん、我々このワイヤーフロードっていう話は言葉を初めて聞きましたけども、それが重罪のカテゴリー、これはどういうことなのか、吉田先生にこの後お聞きします。最強 UV がさらに進化、オートリコール技術で動きでできるヨレや隙間を自動で修復、隙なく守る。未来のシミまで作らない、美肌育成 UV へ、アネッサ。春の温泉旅行はホテルレオマの森。心地よい安らぎとこだわりの豪華バイキング、花の祭典続々開催。日にちが合えばお得、特旅プランも。ある調査によると、受けてみたい美容医療の第1位は歯のホワイトニングだそうです。ホワイトエッセンスは歯医者さんによる医療ホワイトニング、全国240人以上。スマイルホワイトエッセンス。気持ちがこもった温かい毎日へ。飲み込む力が弱くなった方へ、野菜不足解消の定番青汁がスティックタイプのゼリーに。それがやずやの美味しい青汁ゼリー。主原料には九州産の大麦若葉を使用。さらに75種類もの野菜、果物などからできる植物発酵エキスを配合。さらにさらに乳酸菌、鉄分、食物繊維もこれ一本にぎっしり詰まっています。ゼリーなので飲み込む力が弱くなったと感じる方でも手軽に栄養を補えるんです。年取っていくとね、もう飲み込む力が弱くなってくるから、このゼリー状だったら結構楽ですよね。そうね、何それ野菜不足がね補えるっていうのはすごくやっぱり体のためにもいいしですね、これからもぜひね続けていってもらいたいなと、私も続けたいなと思ってます。あなたも始めてみませんか。やずやの美味しい青汁ゼリー、通常3913円なんですが、青汁シリーズ700万箱突破記念、特別価格のやった3000円、しかも送料も無料。さらにあなたの健康を本気で応援したいので、はい、なんとなんと、もう一箱プレゼント、6800円以上のものが3000円、これ半額以下なんです。もちろん今回1回だけのご注文でも大丈夫ですよ、はい、ただしこのチャンスを逃すとこれらの特典がなくなりますので、お急ぎください。特別価格の3000円、さらにもう一箱プレゼント、今回1回だけのご注文でも大丈夫です。受付は0120-828-828、828-828、今から30分間お待ちしております。
大谷翔平選手と元通訳水原一平氏の違法賭博問題、問題発覚以降姿を見せない水原氏ですが、今後の捜査において何がポイントとなってくるのか、この後引き続き吉田弁護士に詳しくお伺いします。今日の最新のニュース、郡司さんです。お願いします。はい、お伝えします。昨日台湾沖で発生した大地震ではこれまでに9人が死亡しています。今も600人以上が山間部などに取り残されていて、懸命の救助活動が続いています。日本時間の昨日午前9時ごろ、台湾東部沖を震源とする大きな地震が発生しました。台湾当局によりますと、この地震でこれまでに9人が死亡、1000人以上が怪我をしています。震源に近い東部花蓮県の中心部にあるビルは低層階が押しつぶされ大きく傾いています。この建物からは20人以上が救出されましたが、台湾メディアによりますと、地震直後に逃げたものの猫を助けようとビルに戻った女性が死亡しました。また別のビルで今日午前まで閉じ込められていたという男性が取材に応じました。我今天才出来，因为我门被卡住了，我还好没受伤呢，我头昏脚软了。问题是，就是地震太大了，这东西冲着倒了，除了冰箱，冰箱也自己走路，走了半分一公尺。一方，今朝撮影された映像では、山間部のトンネルに取り残された人々がカメラに向かって手を振る様子が確認できます。台湾全域では今も646人が取り残されているほか、42人と連絡が取れていないということで、消防などによる懸命な救助活動と安否の確認が行われています。パレスチナ自治区ガザ地区でイスラエル軍の空爆によって NGO 職員ら7人が死亡したことを受け、 NGO が活動の一時停止を発表し、支援物資を積んだままの船が3日キプロスに戻りました。ガザ地区で食料支援を行っていた国際 NGO のワールドセントラルキッチンの職員ら7人がイスラエル軍の空爆によって死亡したことをめぐり、 NGO 側はガザ地区での活動を一時停止すると表明しました。活動の一時停止を受けて3日ガザ地区に届けられないままとなった支援物資およそ240トンを積んだ船が出発したキプロスに戻りました。 NGO 側はイスラエル軍の対応を批判していて、活動再開の見通しは立っていません。こうした中、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸のラマラではガザ地区への人道支援のための募金活動が行われています。It's our responsibility now to act, not as a Palestinians, as a human beings. We hope that this campaign will help. 募金はオンラインでも行われていて、ガザ地区で医療活動を行うパレスチナ赤新月社へ寄付される予定だということです。悪質なホストグループなどの取り締まりを推進している警察庁は、去年11月と12月に全国で729店舗に立ち入りを行ったと明らかにしました。これまでに全国のホストクラブの 70% 以上の店舗に立ち入りを行いました。客の女性に借金を負わせて売春させるなどの悪質なホストクラブが問題となる中、警察庁は全国の警察が去年11月と12月に合わせて729店舗のホストクラブに立ち入りを行い、今年1月と2月には風営法に基づく営業停止命令など203件の行政処分を行ったと明らかにしました。中には女性客を風俗店に紹介したとしてホストを検挙した事例もあったということです。警察庁は去年、露木康浩長官が歌舞伎町を視察するなど対策強化に乗り出していて、悪質なホストクラブと匿名・流動型犯罪グループの結びつきを視野にさらに取り締まりを進める方針です。
はい、自民党は今日夕方から夜にかけて大きな動きがありそうですが、はい、自民党は今日午後党紀委員会を開き、いわゆる裏金事件を受けて関係する39人の国会議員らの処分を正式に決定します。処分の内容ですが、自民党執行部は安倍派のトップである座長を務めた塩谷氏と参議院側のトップだった世耕氏は離党勧告とする方針です、はい、下村氏と西村氏は党員資格停止1年とする方針です。また高木氏については党員資格停止6ヶ月、萩生田氏と松野氏は党の役職停止1年の処分とすることで最終調整していますが、はい、両氏が軽い処分になっていることには、うん、党内からは将来萩生田氏らの協力を得ようと処分を軽くしたのではと疑う声も上がっています、はい、また二階派の事務総長で麻生副総裁と対立関係にある武田氏の処分をめぐっては、うん、党員資格停止処分か党の役職停止処分か執行部内の意見が割れています、うん。まあ、五郎さん、これはどういう基準で決めたんだっていうのは、これ自民党夕方から夜にかけて大荒れになるんじゃないかっていう報道もありますが、それは客観的な基準はなかなかありませんからね、うん、それよりも何よりまず最初に総理大臣が自分のところの宏池会も問題になったわけですから、うん、それに対してやっぱり自ら、うん、対して処分を下す、うん、そしてやるという手順があればね、うん、また違ったかもしれない。この2人がちょっと軽いんじゃないかと、うん、つまり来たるべき総裁選で協力を していただきたいんじゃないかっていうような報道もありますよね。ありますね、うん、でそれは確かにそういう側面もあるなっていう感じはするんですけど、うん、ただ私はね、安倍派の幹部だけはなぜ厳しいことをね、はい、言われるのかっていうね、うん、これに対しても変なこと理屈なんであって、うん、だってこの問題の発端は、はい、安倍派が組織ぐるみでやったとこ問題あるんでしょ、はい、ならばそれは厳しく処分されるのは当たり前の話であって、うん、しかも幹部はこれからに安倍さんがもう辞めると言ったにもかかわらず、それはやらなかった、うん、これは不作為の罪なんですよ、うん、何もね、何かを積極的にやったから罪だというだけじゃない。